2008年の BCS ナショナルチャンピオンシップゲーム LSU タイガースとオハイオステートバックアイズの対戦の様子2012年の BCS ナショナルチャンピオンシップゲームを制したアラバマクリムゾンタイトによるホワイトハウスへの表敬訪問当時の大統領バラク・オバマにチームのユニフォームを送る BCS ナショナルチャンピオンシップゲームはアメリカ合衆国の大学アメリカンフットボールにおいて 1998年シーズンから2013年シーズンまで開催されていた年間王者決定戦。全米大学体育協会ディビジョン i FBS の王者を決めるボールチャンピオンシップシリーズの最終戦としてランキング1位降と2以降が直接対決した。1998年シーズンにボールチャンピオンシップシリーズの発足に伴い開始された。 2005年シーズンまでは4つの BCS ボールゲーム、すなわちローズボール、シュガーボール、フィエスタボール、オレンジボールのうちの1つが持ち回りで4年に一度優勝決定戦の役割を担った。2006年シーズンからは上記の4大ボールゲームとは別の独立した試合となった。独立した BCS ナショナルチャンピオンシップゲームは4大ボールゲームのうちの1つの開催地で 1> 約一週間後に開催された。2014年シーズンからは BCS に代わり、カレッジフットボールプレイオフが新たに導入された。BCS ではランキング上位2校の直接対決1試合だったのが CFP では上位4校による準決勝決勝のトーナメント方式になる。上記の4大ボールゲームにコットンボールとピーチボールが加わり、 6大ボールゲームのうち2つが持ち回りで3年に一度 CFP 準決勝となる。優勝決定戦は6大ボールゲームとは別の独立した試合として開催される。アメリカ合衆国内では非常に関心の高いイベントであり、全米市長率で野球のワールドシリーズやバスケットボールの NBA ファイナルを上回っていた。2012年1月の試合では、 視聴率が14.0%であり、NFL と夏季オリンピック以外のスポーツイベントでは年間最高視聴率であった。2013年1月の試合の視聴率は17.5%であり、前年よりもさらに高い水準になった。ありがとうございます。